はい、じゃあ B&B の店内をちょっとおりょうさんと見ていきたいと思います。あとですね、さっきここの机の上で、はい、そうですね、ここで打ち合わせさせてもらって、ここのね、半円がね、はい、実はね、はい、気になってしょうがないですね。まず次用紙の作品集とか、風の谷の直しかとか、はいはい、鉄コミこれとかね、これ実は俺の本棚に近いんですよ。あー、なるほどなるほど。ゲームとかあったりとかね。そっかそっか。結構ね、なんだこの辺は割と被るぞっていう感じで。へー、おじさん家こんな感じなんですね。うん、うちの、うん、実家こんな感じになってて。へー、だからその趣味がこうだとしたら、うん、こういうの集めていくだろうみたいな、うん、そういう考え方なんですかね。なので、こう、人っちの本棚っぽいなっていう感じがしたんです。でも、全部新刊なんですよね。ね、そうそう、中古ではなくて。うん。だから、その、古本っぽい感じっていうのは、古本屋さんって、まあ、割とばらけてますけど、その雰囲気とは全然違うんですよね、またね。一つ一つちゃんと綺麗、特にこう、上から見た時はね、この、まあ、この本の、なんていうの、この上面がちゃんと綺麗だし。そこがなんか、ちょっとずついちいちセンスがいいんですかね。でこんな本棚なのに、唐突にこれね、はい、敷布団さん、掛け布団さん、枕さんとかあって、でまたね、はい、これはね、僕これグリとグラだったらまずやばかったですね。なるほど。グリとグラ好きだ、はいはいはい。なるほど。っていうね、なんかね、こう、うん、こうってこう異分子を置いてあるような感じなんだけど、いや実はねこういうの結構好きみたいな。なるほど。なんかこういう可愛い。確かにな、異分子。揃ってるようでいて、意図的になんか1個か2個異分子を放り込んでくるみたいな。だからね、この本棚の、うん、これを作ってくれた人は僕は結構友達になりそうな気がする。へ、価値観似てる気がする。なるほど。ここはね、あ、そうかそうかそうか、価値観とかその人の人柄みたいなのがひょっとして表現されてるかもしれないですね。だからこうある本棚の中で、あ、これとか結構似てんなっていうと、全く知らない本でも、うん、結構ね、読んだことない本とかでも、こう、ことか知らない本なんですけど、案外、ひょっとしたら面白いかもしれない。なんか謎の信頼関係によって。そうかそうかそうか。あ、だから、自分ともうこの本棚は価値観が似てるので、自分が持ってない本があっても、これ買った方がいいんじゃないかっていう。そうそうそう。だからこれ、Amazon のレコメンドと一緒ですよ。あー、なるほど。ここが俺の購入履歴と似てるってことは、俺いいんじゃないかみたいな。なるほど、なるほど。そうそう。でもあれみたいに機械的じゃないですもんね。そうそうそう。普通の本やると単に発売時期とか著者とかでこうレコメンドしてるだけだけど、はいはいはい、これはなんかこう、すごい人間臭さがあるんですね。人間臭さが何だろう、似てんじゃねえか、うん、ここはね、気になったと思う。なんか友達を感じ取れる本だなって感じですかね。他になんかどこもあって気になったとかありますか。でね、あとはですね、はい、あと気になったのが、この辺は文化とかですか。その辺文化とかなんですけど、この辺がね、唐突に戦争話になってるんですよね。戦争とかになってたりするんだけど、歴史もそうそう。でもね、ここに、あ、こういうところに、ここに唐突にね、社会契約論が入ってたりとかね、はい、マキャベリとかね、なんかね、なんでしょうね、交渉な感じの交渉の話、なんかね、なんでしょうね、高尚な感じ、研究室っぽい感じでもあるんだけど、中二っぽい感じもあるわけです。あー、そうなんですか。中二なんですか。中二っぽいっていうかね、なんか、うん、青臭い理想論みたいな、そんな感じですか。マキャベリとか読まなかったみたいな。読めないのに読んだりしませんでしたか。あー、なるほど、なるほど。僕は読んでないですけど、多分僕らで行くと、うん、ファインマン物理とかなんですか。あー、うん、なるほど、なるほど。かもしれない。そういう感じの、うん、いや多分ここの人はちゃんと読んでそうな気がするんですけど、はい、なんとなくそういう変なね、うん、シンパシーを感じる。多分その隣はあのクラウドとか。クラウドとか、これ結構有名な本ですよね、この辺って。インターネット系。あ、そうですね。ウェキノミクスとか読むことあります。ウェブはバカと暇人のものとか、ね、いいですね。これもなんかね、こうあるようにすごく好きそうな感じの柄のところ。確かに名著も結構外さずに入れて、着ながらそれだけじゃないっていう。そう、きちんと名著入れてあるのがね、すごいですよ。でね、案外ね、名著読んでなかったりするんですよ、うん、僕らのね。確かにね。こっちと結構高かったりするから。それ何これ何ですか。これはインフォメーション。インフォメーション、情報技術の人類史。確かに。e ラーニングの基盤インターナショナルとしては。ウェブ文明論。この辺、押さえておかないとみたいな。
その辺ね、気になるわけだなるほど。インテルの製品開発を支えるとか、うん、こういうのは興味があるんですよね。でもこうやって、いやどうしようかな、興味だけの面白本で3000円払うかとかって考えると、る本屋では見逃すみたいなやつだ、うん、それでいって結構ね、ウェブで一発当てる方法みたいな、こう下世話、下世話っぽい雰囲気もあったりとかして、いいですね。はい、他にあります？他に、じゃあ僕も結構行ってみましょう。こっちはね、はい、なんか家具もいい感じですよね、いちいちね。おしゃれな感じ、うん、でね、ちゃんとね、こう木っぽいんだけど、ここはね、こういう鉄がちゃんとあるから、あの本棚の難点、あまりにも本を積みすぎると自重で潰れるっていうこれちゃんとね、このなるほど、ここが鉄の部品だからね、あれがこんな主張してない本棚、ね、ちゃんとしっかり強度があるそう、こだわってんでしょうね、やっぱり。こうやった時にね、そのグラグラしないんですよ、うん、あの、なんだっけ、なんとかワイヤーシェルフとかみたいな。確かに、国用じゃ厳しいですね。あれがね、こうやるとね、ギョンギョンギョンってなさ、これはね、ちゃんとね、多分ね、下がしっかりしてるんですね、きっとね、手付けしっかりしてる。そう、なんかもう、パッと見て材質とか上品ですよね、なんかね、あえて剥き出しなんでしょうね、この鉄とかね。でもちゃんと、塗ってる鉄ですから、うん、でここがサイエンスコーナーですよ。やっぱ結構生物をしてますね。生物をしな感じですね。植物生物やっぱ多いですね。変な虫、すごい虫、うん、あ、これこの辺気になるな。あのクマムシ博士、あ、孤独なバッタが見れるのってあるじゃないですか。こんなところに当然入ってますよね、はい、いずれね、これはもう 名著ですよ。いずれバッタ博士とイベントしたいですね。あ、いいですね。あの夢です。夢ですよね、はい、この謎動画をいつかクマムシ博士バッタ博士にも見てもらいたい、はいはい。でまあ、気象はね、意外と小さいんですけど、このコーナーぐらいですか。ね、さっきのここですよね、タゲさん、タンゲさん、タンゲさん、これ気候で読み解く方の歴史、うん、まあ、こういうちょっとそのカルチャーが入った感じが、ね、歴史な感じは僕結構、うん、あ、これも面白い、これいい本でしたよ、うん、写真集ね、驚くべきクマか、驚くべきクマ、これはね、こういうクマ写真がね、いっぱい、まあ当然なんですけど、はい、雲写真いっぱいあってね、結構虹とか交渉とか、あ、ここにさ、あの、うん、この今度カシノさんの写真集出るじゃないですか。お、あの研究者だけが未来の戦場から見れるという、うん、あの写真集ぜひ置いてほしい、置いてほしい。この辺とかね、あ、ズキングもね、この辺とか、荒木さんと、あ、荒木もズキングも、ズキングも欲しいですから。出しわけじゃないけど、わざわざズキングのことはね、あんな解説しないと思うんですよね。いちいちズキングも説明するからね、うん、あれとか、うん、あ、そんな本ないっすよ、だってね、ほら、あの台風の科学、台風の科学、うん、本崎さんが台風専門じゃないっていうのに、うん、お呼びがかかる台風の話とかそうそう、こういう人に本当はね、あのお呼びがかかるべきなんですけどね。なんで俺のとこ来ちゃったのか、古谷さんとかね、台風の話聞きたい、はい、よいしょ、いや、いいですね。まあちょっとここの気象のコーナーももうちょっと増えてくれたら嬉しいですね。だから荒研の本が入って、気象を操作したいと願った人間の歴史とかね、結構こういうなんかね、神話に挑戦みたいな、これ気になる本だな、俺買ってたらいいんじゃないですか。ちょっとどうぞ。気になるな。見てください、これ。行き過ぎうぬぼれ自己欺瞞。ああ、いいですね。こういう感じ、そう、なんていうんですか、あの神話でね、うん、あの人ならざる、あの神々とかそういったものに立ち向かってった人みたいな感じの、あれと同じ感じが。あれですね、なんかのナウシカとかの世界観もそういう雰囲気ですね。ですよね。自己疑問、行き過ぎるな、これすげえワクワクする。そして不快が生まれて、それを浄化するためにみたいな、うん、こんな感じですかね。こんな感じで、いや、楽しみですね。楽しみです、うん、この本屋、荒研の雲の中では何が起こっているのか、そう、ぜひね、この本屋すげえ楽しい本屋なので、うん、ちょっと早めに来て、うろうろするだけでもだいぶ楽しいですよ。あの荒研と一緒にうろうろしてほしいですよね。あ、いいですね。あの荒研の趣味と多分
どう違うのかとか、うん、そういうのも含めて感じてほしいですね。新たなアナケンを見れるかもしれないですね、うんうん、なんかわかんないけど、うん、やたらこういう小話とかね、はい、詳しかったりしてね、アナケンさんが。なるほど、知らないけどね、はい、そういうことが見れるかもしれない。お、こんなんあるじゃんとかって、ね、そう、研究者って普通の人なんで、普通にその下世話な趣味とか妖怪漫画とかで反応する、妖怪、うん、反応するか分かんないですもんね。お天気妖怪っていそうですよ、なんかね、うん、調べたら面白いかもしれないって余計な、うん、そうそう、なんかその広がり感がいいですね、この本、はい、この本ややばいっすよ、何が起こるかちょっと分かんないから、はい、うん、あんまり現金持ってこないでよかった。やばい、1万円ぐらい軽くかりそうだな、はいはい、というね、かなり魔の本やそうです。ぜひ7月27日皆さんイベントでお会いしましょう。それではおりょうさん、頑張ってます。